ロシアのウクライナ侵攻を受けて佐賀県への避難を希望していたウクライナ避難民の親子が今日佐賀空港に到着しました。県の避難民受け入れは9組目です。佐賀空港に降り立ったのはウクライナ西部テルノーピリのフィル・オクサーナさん41歳と長女のビクトリアさん15歳の親子2人です。母親のオクサーナさんはおよそ20年前福岡県に住んでいて、当時の友人が佐賀市内で暮らしていることから佐賀県の支援プログラムに応募しました。フィルさん親子は久しぶりの友人との再会に喜びを分かち合いました。Здесь трудно описать, вы сами все видели. Очень много эмоций, очень много счастья. 県によりますと、佐賀への避難民はこれで9組目で、現在3組の避難民から受け入れの希望が寄せられているということです。